はい、どうもワクワク内製の勝手です、はい、本日は豊田雅樹くん、はい、400m ハードルのね、豊田雅樹くんをね、ゲスト出演ということで2回目のそや、実は2回目やもんな、ちょっと茶色いな、髪の毛、おお、オレンジやな、髪なんかマジで YouTuber の髪型になってるよね。そうやろ、この1年は絶対にこの髪型でいきたいと思ってるから。ちなみに引退してもなんやかんや絡んでそうなやったら多分行ってたじゃん。みんなどうなんだろうね。ただくん、はい、どうぞ。だからこの間、エトーブがなくなるからって言って、法政に残ってんのは高田だけやなみたいな話ですね。よくよく考えたら後世一緒。後世はいいやつだな。後世が一番上の代でおすすめやで。おすすめ。何喋ってくれてもいいで、カットするから、あかんところは。で、自然に話して、これはちょっとあれやなっていうのは、まあ、スキャンダル OK おったからな。なんもないでしょ。みんな多分ゲストやから、トヨタのこと聞きたいね。もう俺の話聞き飽きてるから。うん、前に電話した時さ、俺が小学生にアドバイスが分からへんみたいな話しとった時にさ、それでもさ、陸上教えるみたいなあったんじゃない、イベントみたいな。陸上教えるイベント、何の話そのアドバイス求められて悩んだことないことやから教えられる。あれだね、京都の中高生の練習会みたいなのがあって、そこになんか講師みたいなんで呼ばれたみたいな。ああ、それでどういうアドバイス聞いてくれたか。なんか抜き足の話だったかな。こういう動きをしたいんですけど、どういうことをすればできるようになりますかねみたいな。答えられない。答えられない。なんで答えてんの。自分がさ、そういう悩みを負ったことがないからどう答えていいのか分かんない。あ、そういうことで、まあ、悩むんだと思って、逆に勉強になるんじゃないですか。よく立ち五段とかでさ、どうやって立ち五段飛ぶんですかね、ハードルジャンプ。めっちゃあるね。正直もうバネやん。ある程度のとこはあるけどさ、でもなんか立ち五段うまくできない人ってみんな同じような形じゃない。それはあるよな。ちゃんと腰が乗らないんだよ、分からんけど。まあ、なんかあるよな。なんかアドバイスくださいって言われてもさ、どこを直せばいいのか分かんないし、そこが悪いのか分かんない。俺いつもショベルカーみたいに足下ろしって言ってんだけど。みんななんかフラットがいいとか言うからさ、降りた頃にはもう足ビヨーンってまっすぐついてる時があるんや。ちょっと画像でこう載せるわな、うん、だけど実際さ、つく時ってさ、膝曲がってさ、ガバッっていう意味じゃん。分からんな。分からん、俺だけやなそれ。じゃあ二度とショベルカーって言わないですね。いや、法政の時にさ、楽しかった思い出ある。楽しかった思い出。なんかもう法政の時の記憶ってほとんどないよね。ない、うん、1年生の時と、4年生の時の記憶っていうのはちゃんと鮮明に残ってるけど、そこの 2,3 年の空白、マジで空白。マジで覚えてない。1年しか俺の記憶ない。確かに。まあ1年生の時とかはさ、寮のこととか中身が濃い。主に食糖やろ。効果テストとかも。効果テスト一応重かったな。トヨタだけ痛いないです。覚えてきてないです。びっくりした、ほんまに。それだけはマジで覚えてこいよってみんな言われてる中で、トヨタだけ覚えてないです。いやでもなんか直前まではね、ちゃんと覚えてたよ。なんか飛んだんだよ。なんかあるじゃん、テスト前とかもさ、直前までは覚えてたのにみたいな言われとったもんな。絶対に声、大声歌えよみたいな。結構な大きな声やろなと思って、ね、おったら長距離がほんますっごい声で叫んだからな、ね、え、これなんだよ。しかもそれであかんって言われて、音程もそうもなかったよね。後でさ、なんか先輩に聞いた話だとさ、1回目マジでちゃんとさ声出てたけど、1回目はなんか見せしめというかさ。1回目どんだけ声がでかくてもあかんって言われて、お前そんな全然小さいだろみたいな言われたけどさ、バカでかかった。バカでかかった。俺驚いたもん。俺ビクッとした。本当になんか無駄な時間だよね。いや、まだあるらしいよ。まだあんの、あれ。あれだけは厳しいね。なんだろうね。クッシャーまでが厳しかったのか。もう俺らの代でもうなんかもう終わっていったもん。俺は集合体調やつ。3回目くらいまではさ、ちゃんと言わないとなっていうふうに思うけどさ、なんかもうそっからはさ、何言ってももう変わらないなっては思う。あと、興味がないというか、後輩がどういうね、なんか舐めた態度を取られようが、別に何とも思わないし、逆にね、仲良くしたいというか。ちょっと俺は仲良くしたかったよ、普通に。そんな上下関係気にしたくないやん。そうね。でも思ってたのと違ったよね。うん、俺はもういいわ。でもあれでしょ、高校生に戻ってまた大学見れるとしたら、法政には行かないんでしょ。行かない。いや、だから普通アメリカ行ってるかもしれない。どうせ結果でやんやったら英語できたりなんか身についた方がええなっていう考えになったから。まあね、でも高校生でその選択をするっていうのはやっぱ難しいよね。だからそのハキムすげえなって言ったね。これはもうだってハキム高校生で、あ、じゃあアメリカ行きますって言うやろ。無理やろ普通ね。なんかハキムだけ行ったりするやん、うん、あれはよ
くないな。一番俺頑張ってると思うよな。でもすごいと思うよ、ね、アメリカとかって、うん、陸上だけできてもダメなんじゃん。単位落としたら練習で参加できひんみたいな噂は聞いたことある。うん、フロリダ大学って早稲田慶応とか以上東大行くか行かへんかとか、そんなレベルのとこで、しかも卒業難しいっていうやん海外は。しかも英語やで、やっぱなんか人と話さないとなって思うから、この間なんかのツイートで見たけどさ、一人一人と話すのが本一冊分とか、そのくらい学ぶものがあるみたいな。本当にそれは思うわよ。本読んでるやろ。まあなんか自分が気になることとかは。てかさ、その髪の毛さ、どうやったらそんな髪型になるの？ツイストパーマって言ったやん。短かったから、ぐわーってこう、ちねってもらって、なんかピンでピンって全部やってもらって、あ、またポンポンとか。最初ほんまにパンチマンかと思ったわ。ちなみにね、僕は昨日妹に切ってもらいました。しっかり妹宣伝していかな。もう妹なんかすごいんやろ。妹なんかこの間もなんかで一番になったんですよ。ちょっと忘れたけど。恋人いないんですか？恋人はドゥルル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 いませんって。ちなみに俺のこの視聴者ほぼ男だから残念。女性ファンいないんだ。女性ファンはな、たまにおんねやろけど。いや、なんかカップルでも結構出てたイメージあったけど。モテてたな。大学生になるとさ、まだちょっと変わってくるやん、モテるの基準って。なんか若ければ若いほど足速い方がモテたりするもん。どういう人がタイプなんですか？何か頑張ってる人だね。頑張ってる人。いや、なんか何かに向けてな。なんか真剣に頑張ってますよ。なんでもいいの。物にもよるよ。なんか勉強とかさ、将来何かになりたくて頑張ってたりとかさ、そういう人は頑張ってて素敵やなと。逆に嫌だな、その頑張ってる人を見るとなんかやっぱ自分が嫌になるわ。なんか頑張ってない自分が嫌になる。じゃあ頑張ろうってならないの？いや、なんだ。ちなみに食べたら何ですか？なんてなんだろうな。え、別に見た目でもいい。でも身長高い子がいいってわけじゃない。まあ、な、一回身長高い子と付き合ってみたいっていう。なんかなんか付き合ってみないとわからないこととかもあるじゃん。まあな、なんでもやったことないことな。なんか俺ワンピース1から1000話まで読んだで。マジで？全然思った。何もやらずに。それはちょっと嫌やなと思って、今回ワンピースに手出してみたんですけど、やっぱり面白くなかったんで。ワンピース面白いけど、最近は結構面白いかなって見てみたことも。まあ、あるあるから。いや、てか多分な、一気に読みすぎてな。あれでしょ、キャラが、こいつ何やったっけ。そう、漫画好きで嫌いな人に付箋こだわるやつ。いや、あの付箋すごかったよな。あれ伏線じゃない？伏線やったっけ。ごまかすな。あの伏線よかったみたいなっていうやつ俺めっちゃ嫌いやもん。何お前漫画部伏線回収みたいな。あ、そう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 。あ、分かるよ。考察動画とか見て、でなんか自分がさ、その考察動画を見て分かってるのに、なんかあたかも自分がそれを今まで考えてましたみたいなやつでしょ。そうそうそう、回収してきた。4月は君の嘘マジで見てほしい。見ようかな。何の話してるか分かんない。好きなタイプからここまで行ってしまった。好きなタイプか、うん、一回その知ってみたいっていう話からな、ここまで漫画まで行ってしまった。好きなタイプね。こんだけ引っ張って、やっぱいっぱい笑ってくれる方がいいよね。俺やん、やっぱり。お前、俺のことがめっちゃ好きやん。だってさっき話してたさ、身長170ぐらいの子がよくてさ、足長い子がいい、よく笑う、俺やん。それがちょっとあかんわ。男がちょっと俺も嫌だ。俺も嫌だ。だから僕みたいな女の子、豊田君は探してるみたいなんで。違う、ちょっと違う。なんかニコって笑う子がいい。お下品な、こんな感じ。そういうんじゃないよ。ああ、なるほどな。かな、一緒にいるとそういう子も楽しいかもしれないから、今考えた中では。よく笑う子いいよな。やっぱ一緒にいて楽しいからね。笑ってるだけで何でも楽しくなるもんな。知らんけど。俺は知ってる。メイド喫茶、まあ行ったな、俺だって第一の時、観光で。行ってない、行ってない。あんでそれ隠せん。秋葉原の時に行ったよ。メイド喫茶ちょっと行ってみたないって言ってさ。懐かしい。あ、違う、どんなんだったっけ。お帰りなさいませ、ご主人様、みたいな。ご主人様とお会いしたのは、そんな言っとったな。何百年ぶりの再会ですね、みたいな。そこで言うって聞いたもんじゃ。なんか、そのなんか、そこの設定がいまいちわからなくて、そこで温度差みたいなのが生まれて、ちょっと引いてたよね。あのカードまだ持ってんの？さすがに捨てたんじゃない？ちゃんと県内って言ったけど、あれ名前何してんの？マサルにした。名前は何ですかって言って、ほんまになんか恥ずかしくて、マサルって言って。マサルって、俺の名前に寄せてくれないの？最近俺、検索したワードで、
駆け抜けると思ってた。駆け抜けた。めっちゃ駆け抜けてきたやろ。駆け抜けた。駆け抜けてるやろ。ヘアオイルみたいなやつつけてるよ俺。あ、ええ。だからお前そこサラサラ。お前駆け抜ける方法って調べたやろ。調べてない。やっぱインスタとか見てるとな、そう、おすすめとかで出てくるからな。お前おすすめはそのなんかエッチいやつばっかり。やめろよお前そんな。もっとみんなさ、普段もさ、もっと専門的なとこ聞きたいんじゃない？俺中身ないから。陸上に関しても。なんかもうパッションでなんとかなるから。お前マジでなんか YouTube みたいなさ、髪型つけて。YouTube やってるんですか？そうです。300人の土底編です。あ、あ、やっぱいいです。ご飯行きたい。ここでポケモン GO してたわ。ポケモン GO は最近やってる？やってんの？最近。全部取らんでいいよ。え、こういうの大体な、取ったやつにおもろい話して、取ったら思わなくなっちゃう。ほら、俺は今取ったけばよかった。君のナチュラルなことみたいからさ。そう言われるとね、あの、喋んの。そうだ、トイレ行くところも、取っとこうこう。やめて。はい、千焼肉に行こうと思いまーす。東海オンエア。ちょっとオレンジ被ってんの、すっごい。美味しい？あっこ。はい、5年ぶりのプリクラです。これ男2人でキモすぎでしょ。ポケモンセンターやってきた豊田雅樹。じゃあこのポケモンの中でもらったら一番嬉しくないランキング1位。いやちょっと、いやここの2強じゃない？マジ？これ結構ドメル嫌やで。そういうからすごい。いや、豚の人形やなって。こいつなんか恋キングと一緒に行けたら嬉しいやん。あ、こいつもまだ可愛いよりお前何言うか。ここら辺もちょっと厳しいな。確かに、うるさいけど。うん、そっちのんで一番もらったら嬉しくないな、やっぱ特定のパクオンが。いやこいつも全然嬉しくないよ。この辺はかっこいいから、ね。この2体やな、たぶん。かわいくね、なんか黒板消しちゃった。ちょっと地味な感じ。確かに、ね、この辺はまだいいな。デザインもいいんだよね。まあ、ここで一番もらって嬉しくないな。俺はこいつかもしれない。はい、ということで、本日、ほぼ終わりということで。どうも、おはようございます。また、まさきにせいや。5年ぶりのプリクラも撮ったし。イエーイ。また5年後、29か8歳で撮りましょうということで、5年後の YouTube でお楽しみしてください。ちなみに何か伝えたことある？伝えたっけ、うん、俺でも誰に向けて伝えればいいのか分かんないし、でもあれでしょ、視聴者はほとんど男なんでしょ、うん、ないな。ないなしよう。いつもなんかそんな俺トヨタが身内におりすぎてなんかそんな聞きたいことがないの分からん、うん、陸上の人だから陸上のことじゃないの。でも陸上のこと知りたいって言ってもさ、なんか知りたいことある。なんで法制にしたんですかみたいな。あ、じゃあなんで法制したんですか。なんで法制にした、うん、あ、なんかまあもともと2つで悩んでて、うん、じゃあインターハイかなんかの時に、うん、でなんか先生にお前大学どこ行きたいんだみたいな言われて、でそことあと法政ですって言ったら、うん、ちょうどたまたまそこの話してた後ろに軽部監督が通って、で今後ろに軽部さんがあの通ったから、お前話してもらえって言われて、で話して、その時もう決まった。だからもう本当にすごいなと思う。ええんやな。そう、ガスが折れんじゃったっけ。もう真剣な話、俺は関東と陸上強くて頭がいいとこっていうので、まずは3つ最低限決めとって、それで関東でどこかなと思った時に、ちょうどさ日本選手権3連覇しとったしさ、2連覇か生で見とったし、まあオレンジやったから、まあオレンジやったから、うん、キンキンターハイの時に来てて、うん、その時やな決まった。これが大阪の景色。あー、電池切れちゃう、電池切れちゃう。じゃあこんな、お疲れ様でした。また頑張ってください。では次回の動画でお会いしましょう。